welcome to the very first edition of The Gospel Call. I'm John Lucas, and I'm very excited to introduce this new program to you. この番組を通じて皆様にゴスペルの魅力、そしてゴスペルに含まれている希望のメッセージを発信していきたいと思っています。2020はいろんな暗いニュースで溢れていましたが、この番組を通じて少しでも皆さんにハッピーになっていただければと思います。一つ一つのゴスペルソングが持っているストーリーや物語をより深く皆さんと一緒に知っていきたいと思っています。 In this program, I'll be introducing some of my favorite gospel singers. 大好きなゴスペルアーティストも紹介していく予定です。And this program will be co-hosted by two of my favorite friends. I'm really excited to introduce them to you, so let's get started. 早速始めていきたいと思います。 Ladies and gentlemen, brothers and sisters, welcome to the Gospel Call! I'm John. Hide です。Haruto です。皆さん、Merry Christmas! 待ちに待った The Gospel Call スタートしましたけれども、この3人でやっていく予定ですね。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速ね、自己紹介、そしてこの番組においての意気込みをお願いしたいと思います。はい。鹿児島ゴスペルファミリーの秀先生でございます。皆様にですね、この番組で、希望のメッセージ、そして、たくさんの、ね、音楽を届けていきたいと思いますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。鹿児島教会で牧師をしています亀山晴人と言います。ゴスペルの力強くてあったかいメッセージのその深さを少しでも皆さんにお伝えできるように手伝いしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トップバッターとして、ヒデ先生にお願いしたいと思います。セクションの紹介をお願いします。はい、このセクションはですね、さまざまな全国にあるゴスペルファミリーのですね、紹介をしていきたいと思います。まず、記念すべき第1回目は、私の今います、鹿児島のゴスペルファミリーを紹介していきたいと思います。今ですね、このコロナ禍の中でなかなか活動がですね、思うようにスムーズにいきませんが、その中でみんなマスクをしたりですね、オンラインでやったり頑張っていますので、その鹿児島の様子をですね、皆様にお届けしたいと思います。それではリポート行ってきます。はい、さあ、それでは鹿児島ゴスペルファミリーのボイストレーナー又吉出和がお送りする、今日はですね、鹿児島にあります、ゴスペルファミリーでございます。今日はですね、ジョン先生のオンラインをみんなで視聴しようということでですね、集まっています。それではメンバーの皆さんにカメラを向けてみたいと思います。皆様お元気ですか。そうですね、皆さんマスクをしながらでございます。ジョン・ルーカス鹿児島ゴスペルファミリー事務局の中村さとみです。私たちのファミリーの紹介をさせてください。雄大な活火山桜島とともに、周りは海に囲まれていて、時にはイルカも見かけたり、自然が豊かで温泉が楽しめ、食べ物がとても美味しい鹿児島に在住のメンバーで構成されています。活動の拠点はセブンスデーアドベンチスト鹿児島キリスト教会の会堂を使わせていただいています。会員は40名ほどで、今年で5年目を迎えました。昨年の12月には音楽ホールを借りて初のクリスマスコンサートを行うことができました。ジョン先生の熱いご指導のもと練習を重ね、教会の亀山牧師から
聖書の御言葉を学んで臨みました。友人や知人、家族みんなに喜んでもらってゴスペルを届けることができ本当に嬉しかったです。そしてメンバーが一つになってそれぞれが役割をこなし作り上げていった尊い経験になりました。現在の活動はオンラインレッスンをそれぞれ加入し楽しんでいますが、事務局はもっと良さを知ってもらいたいなと思い、中には入会するタイミングを逃したり、どんなレッスンなのかなと不安に思っている方のために、オンラインレッスンの視聴会を12月9日にいたしました。当日は18名ほど集まり、オンラインレッスンを体験することができました。登録がわからないメンバーさんに教え合うことができたり、ジョン先生に久しぶりに会えて喜ぶメンバーさんもいて嬉しい時間になりました。ゴスペルを歌うことで神様からどれほどたくさんの励まし、勇気、喜びを与えられていることでしょう。神様はどんな時にも、どんな状況でも乗り越えていける愛を私たちに降り注いでくださいます。今日も神様に感謝と希望を持っていきたいです。それでは皆様、これからも一緒に楽しくゴスペルを歌っていきましょう。せーの、イエーイ、鹿児島でした。秀江先生、リポートお疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったです。この中では何もかも諦めるんじゃなくて切り替えて方法を見つけることが大事ですね。そうですよね。皆さんすごく久々に集まったんですけど、マスクをしながらでしたけどね、すごく楽しそうにゴスペルを歌ってました。この笑顔からパワーいただきました。頑張りましょう。はい、次に紹介したいのはグローバルバーチャルコアというプロジェクトです。まもなく311から10年となりますけれども、メモリアルという意味を兼ねたり、あと今コロナの中で頑張っている世界中の姉妹兄弟たちの皆さんに向けた応援コールを、そういうような思いを込めてこのプロジェクトに取り組みました。世界中のベリーズ、アメリカ、ジャマイカ、いろんな国から総勢100名が集まりまして、このプロジェクトに取り組みました。It Will Get Better という曲をやりました。そして、この日本のファミリーも約70名ですね、ふるさとをやりました。今、YouTube にて配信しておりますが、少し紹介したいと思いますので、その様子はこちら。どうぞ。次に紹介したいのは、It Will Get Better の作詞・作曲された
ケリー・セイルズです。ジャマイカ人で、実は僕の高校、そして大学の後輩なんです。しばらくぶりに会ったら、素晴らしいゴスペルシンガーに変身していました。うん、彼は今、ジャマイカでは知らない方はいないぐらい有名になっていて、うん、約5年前にですね、ジャマイカに帰った時に共演もさせていただいた。この It Will Get Better は素晴らしい曲で、もう必ず良くなるよと、そういうようなメッセージを含まれていて、今にふさわしい、本当に必要となっている希望のメッセージだと思って、今回このグローバル・ヴィーチュアル・コアの選曲として選びました。彼からのメッセージ、そして曲のプレゼントいただいていますので、皆様にお届けします。Hi everyone, my name is Kerry Sales.And I want to say hi to all the people in Japan, the gospel-loving people. And it's an honor and a privilege to speak to you right now. God has blessed me with 4 tremendous albums that I'm giving thanks for. So the song I want to talk to you about is a song entitled, It Will Get Better. And I'm happy when my friend called me, John, that he wanted to do a recording of this song. And I said, go ahead, because...The truth is we want this song to be a motivation to inspire people to believe that things will get better no matter how dark it may seem. Well, this song was inspired when a lawyer that was affiliated with me suddenly died. We couldn't understand why this happened. Immediately when I saw all of this, I started to pen these words. And when it was produced, you know, I sang it, me and my wife, and I was excited about it because I felt that the spirit...was definitely driving this song. And this song just reminds us that no matter what the situation is, rest assured, as long as you have Jesus, things will and can get better. People in Japan, just rest assured, God is still in control and things will get better as long as you put your trust in Jesus Christ. God bless you, everybody. I am blessed.And I highly favored. Say, I am blessed. And I highly favored. And I was bought with a price. I died to sacrifice. Cause I am blessed. And I highly favored. Anybody blessed? Just lift your hands now. Say, I am blessed.And I highly favor. Say, I am blessed. And I highly favor. And I was bought with a price. A godly sacrifice. Cause I am blessed. And I highly favored. Listen.I'm so blessed, nobody can steal my joy or take my love away. I'm so blessed that God provides for me in every single way. I'm so blessed that God grant me mercy each and every day. So blessed, I am so blessed. Say I am.And I highly favored, Lord, I am blessed. And I highly favored, and I was bought with a price. I got the sacrifice, cause I am blessed. And I highly favored. Listen, when the Lord blesses you.Nobody can curse you. When the Lord blesses you, nobody can curse you. Cause you can rest assured. Your needs he supply. And you can rest assured. Protection is always nigh. Cause when the Lord blesses you,Nobody can curse you. Everybody lift your voice now. Who we are blessed and highly favored. Yes, we are. Who we are blessed and highly
favored. We were bought with a price. Our God is sacrificed. Cause we are blessed and highly favored. Say we are blessed and highly favored. Lord, we are blessed and highly favored. We were bought with a price. Our God is sacrificed. We are blessed and highly favored. We are blessed and highly favored. We are blessed and highly favored.暑いっすね。はい、ケーリーからのメッセージと曲でした。いや、暑いですね。ケーリーさんはやっぱりジャマイカのスピリットがね伝わってきましたね。もちろん歌もそうですけど、やっぱりあのメッセージがとても温かいですね。はい、本当にこう信じて進んでいくっていう大切さをなんかこうケイリーさんからいただいた気がします。いや、すごいパワフルなんですけど、その中になんか確信みたいなものがこう満ちてますよね。英語なのでちょっと分からないところもあった人いたかもしれませんけど、あの思いはこうバンバン伝わってるんじゃないかなって思います。はい、そうですね、いいですね。彼のメッセージの中にもあったんですけども、私たちは本当に blessed and highly favored。 私たちは神様に愛されている。そして本当にね、神様からたくさんの祝福をいただいている。この状況もおそらくこのような、まあ、試練のある2020じゃなければ、この The Gospel Call もやろうと思わなかったですしね、うん、なので確かに試練もあります、大変なこともありますけども、これを通じてね、このように私たちこの3人もつながりましたし、今見てくださっている皆さんともつながることができて、確かに祝福もあるんじゃないかなと思いますね。はい、そうですね。 We are blessed and highly favored。 いい言葉でしたね。うん、クリスマスいろんなイメージあると思いますけど、その意味というかそこにある本当にあったかくて力強いメッセージ届けたいと思いますので、ぜひ聞いてください。どうぞ。1964年12月アメリカのオクラホマ州での出来事です。街の中にあった大きな交差点のその一角で31歳の女性が子供を産みました。彼女は貧しくてお金がなくて病院にも行けずに、さまざまなサポートも受けられずに、そこで一人子供を産んでしまったんです。ただその異様な光景をもっと異様にしていたのは通行人の存在でした。多くの野次馬が集まってくるんですが、誰も助けようとしません。見かねた観光客がタクシーを止めました。でもこのタクシーの運転手もこの繁忙期にこんな面倒はごめんだと言って乗車拒否します。パトカーが2台通り過ぎていきましたが、見て見ぬふりをして去っていきます。結局救急車がやってきましたが、それまでの約1時間の間この女性と生まれたばかりの赤ん坊は冷たい道路に放置されていました。なんとも悲しく理不尽な出来事でした。実は約2000年前のクリスマスにも同じようなことが起こっていました。一人の女性、14歳15歳でまだまだ若いこの女の子マリアと言います。このマリアは旅をしている時に臨月を迎えて子供が生まれそうになるんです。マリアの旦那ヨセフと2人で一生懸命宿を探して病院を探すんですが、繁忙期でした。宿は高すぎて払えない、病院も受け入れてくれない。彼らは結局町の端っこにあった家畜小屋で、その一角で自力で出産をして、生まれたばかりの赤ん坊は餌箱の会話桶に寝かされました。理不尽で信じがたい物語です。でもこの物語の最も信じがたいことは、生まれたばかりで餌箱に寝かされたこの子供が
クリスマスの主人公のイエス・キリストだったということです。聖書はイエス・キリストを神だった方が人になって生まれたと言います。でもイエス・キリストの人生は到底神とは思えないような痛みがあって、理不尽があって、そんな人生でした。華やかさとはかけ離れていました。ある歴史家はこう言うんです。たくさんある宗教や思想の中で唯一キリスト教だけが神の屈辱、神の痛みを中心に置いている。イエス・キリストは多くの人を愛し助けていきましたけれども、同時に多くの理不尽を経験しました。友人に裏切られ、家族に誤解され、最後は偉い人に憎まれて、言われのない罪で十字架という死刑に処せられていきました。しかし彼の口からは一度も不満とか不安とか妬みつらみみたいなものは聞こえてこなかった。むしろいつも賛美歌を歌って楽しそうで、感謝をして喜びを語っていた。だから周りにいた人は不思議なこと聞いたんです。イエス様と、あなたはなんでこんな理不尽の中でそんなに強くいれるんですか、なんでこんな理不尽の中でそんなに自由で立っていることができるんですか。イエス・キリストの言葉の一つにヒントがあります。彼はこう言いました。聞きなさいって、受けるよりは与える方が幸いである。受けるよりは与える方が幸いである。何かを手にしていくこと、これもいいんだけれども、誰かのために何かを手放していくこと、愛されることよりも誰かを無条件で愛そうとすること、こっちの方が本当の幸せに近いんじゃないかと言ったんです。これは答えのようで、実は問いかけでした。私たち一人一人に対する問いかけです。あなたの軸はどっちですか。あなたの人生の軸は何かを手にすることですか、それとも何かを誰かのために手放すことですか。受けることは、何かを手にすることは決して悪いことじゃない。でもその人はうまくいってる時はいいけれども、何かがうまくいかなくなった時に、理不尽を経験する時に弱いよって。もしあなたが誰かのために何かを手放すということを軸に置いているんだれば、たとえ理不尽がやってきたとしても、あなたは強く立っていられて、前向きになれて、自由に生き続けることができる。さあどちらに行きますかという問いかけです。綺麗事にも聞こえる言葉なんですが、イエス・キリストはこの生き方を全く通していきました。受けるよりは与える方が幸せであるということを示していった。クリスマスはそんなイエス・キリストの生き方に学びながら自分自身を見つめ直す時でもあります。自分の生きる軸ってどこに今あるんだろうか。それと同時に、もし私の周りに与える存在がいるとすれば、その人に感謝をし、その人を備えてくれた神様に感謝をする時でもあります。このクリスマス、皆さんが大事なことを見つめ直して、大事なものを大事にする、その時でありますように心から願っています。Oh, holy night, the stars are brightly shining.The night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error, pining till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel's voice.Oh, night, leave the
Yes, I sing, I testify. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, the night when Christ was born. はい、クリスマスメッセージありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったですね。クリスマスの本当の意味を考える必要はありますよね。そうですね、はい、今私がお届けした自分の一番好きなクリスマスソングの Oh Holy Night でした、うん、いい曲兄貴が歌うとね、ちょっとこうパワフルですよね。ありがとうございます。全然静かに歌えないんですいません。それが静かに歌えない。いいですよ、はい。もう終わるんですか。でも安心して、また来月もあります。毎月1回更新していきたいと思ってます。はい、第1回目どうでしたか。楽しかったです。はい、もっとやりたい人、はい。はい、なんか最後にさ、ちょっとクリスマスエピソード話して終わりにしない。あ、いいですね、いいですね。どんな感じ、みんなのクリスマスの思い出といえば。そうですね、クリスマスイブに、はい、まあ、教会に行きますね。で、今日礼拝があって、しばらく結構遅い時間までやってたので、いろんな片付けとか、東京に行って帰りの電車遅くなって、もうほぼ終電で帰ったんですけど、うん、ここでクリスマスイブに喧嘩に巻き込まれるっていう、そういう大変だ。なんかイメージないね、喧嘩って。まあ、明らかにクリスマスデートに失敗したような人たちが集まってて、わわわ、ちょっとそこでストレスが爆発して、それして巻き込まれちゃったっていう。怖い怖い。やっぱりクリスマスはぜひ皆さん教会に行って心を沈めてほしいなと思います。はい、そうです。アメン。はい、そう。でも僕のクリスマスエピソードなんですけど、
まあ、やっぱりこう中学校からずっとね聖歌隊に入っているので毎年やっぱりこうクリスマスは教会でこう賛美歌を歌うっていうのがもう行事になっていたんですけど、今年は初ですかね。本当に何十年っていうふうに教会ではね、もう1年ぐらい前からどこどこの教会で歌ってくださいっていう予約が入るぐらいクリスマスはね私たちは教会に行くんですけども、今年だけでしたね。クリスマスは賛美歌を教会で歌えないっていう。そうですよね。なので今年はリモートでちょっとこう映像を撮って、でそれをこう地元の小座教会というところにね送らせていただきました。なのでね、また新しい形で今後お届けできたらいいなと思って、ぜひ来年はね教会でまたクリスマス過ごして歌いたいです。いいですね、はい。私はクリスマスの思い出って言えば3人兄弟なんですよ。3ボーイズです。でちなみに僕が一番下なんですけど、父入れてお母さん曰く4ボーイズなんだそうです。絵を描くのはお父さんなんですね。それでね、毎年クリスマスの朝は母の休みというふうに言って4ボーイズでご飯を作るんですよ。うん、で母のためにね。美味しいかどうか全く分かんないよ。でも一生懸命ねなんかいろいろ作って、父がさリーダーになってこれやってこれやってっていう感じで、やってたんですけど、なんかすごい懐かしいですね。やっぱりクリスマスといえば、ファミリータイムがね懐かしいです。今大人になってみたらもうみんなそれぞれ離れて生活してるんですけど、やっぱりそういうのは良かったねと、いつかファミリーができたら私も子供たちとやりたいななんて思って。あー、待ってます、待ってます。言ってしまった、どうしよう。はい、では皆様、今日は First Edition of the Gospel Call いかがでしたでしょうか。楽しんでいただきましたか。毎月一度更新していきたいと思っています。ヒデ先生、どんな番組にしていきましょうか。これを見ることによってやっぱ皆さんが元気になったり、何か少し落ち込んでる時にこの3人のね話だったりこう音楽だったりを聞いて、やっぱりこうパワーが湧くような番組にしていきます。あ、いいですね。なんか言い切りましたね。そういう風にしていきたいですね。ハルト先生、どんな番組にしていきましょうか。これはそうですね、これ見て元気出してほしいってもありますけど、これを見るたびにゴスペルを思い出してもらって、口ずさんでほしいなって思いますね。その歌の中のメッセージに励まされる、そこにまた戻る時かなというふうになれば、なります。はい、いいですね。みんな言い切ってます。最高です。私もお二人と同じ思いです。やはりちょっと明るい話題とか本当に希望に満ちたゴスペルのメッセージに皆さんに触れていただいて、よりパワーアップ、充電できる心のスパのような時間になってもらえたらなと思っています。毎月の更新楽しみにしててください。これから頑張って、更新していきたいと思っています。よかったらこのチャンネル登録、そしてベルの方もありますのでね、ポンと押していただくと更新のたびに皆様にお知らせが行きますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では That's all for today. Thank you for joining us for the first edition of the Gospel Call. 皆様 Merry Christmas。Come from the glory. Come from. Him
and glorious kingdom. Oh yes, believer. Oh yes, believer. Him come from the glory. Him come from the glorious kingdom. Angels sang when the baby born. The angels sang when the baby born. The angels sang when the baby born. And them sang that him here is Jesus. Him come from the glory. Him come from the glorious kingdom. Him come from the glory. Him come from the glorious kingdom. Oh yes, believer. Oh yes, believer. Him come from the glory. Him come from the glorious kingdom. Shepherds came when the baby born. The shepherds came when the baby born. And them said that him here was Jesus. Him come from the glory. Him come from the glorious kingdom. Him come from the glory. Him come from the glorious kingdom. Oh yes, believer. Oh yes, believer. Him come from the glory. Him come from the glorious kingdom. The Virgin Mary had a baby boy. The Virgin Mary had a baby boy. The Virgin Mary had a baby boy. And them said that him here is Jesus. Him come from the glory. Him come from the glorious kingdom. Him come from the glory. Him come from the glorious kingdom. Oh yes, believers. Oh yes, believer. Him come from the glory. Him come from the glorious kingdom. Oh yeah, the glorious kingdom. Oh yeah, kingdom. The glorious kingdom. The Gospel Call.